最近テレビの音が聞こえづらい、ま、大人の耳になってきたってことじゃない？ミライスピーカー、音量を上げずに音くっきり。わお、音くっきり。ミライスピーカー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあこちらでご説明です。すいません、ただいます。よろしくお願いします。これはすごい、まとめて買ったら安くなる。あれなんじゃない、みんなあれなんじゃない、重宝なんじゃない。そうですね、やはり、まあ、高齢者多いの。そうでもない、使用される方は割とやっぱご高齢の方が多くて、やはりそのご家族でちょっとこうご高齢の方で聞こえにくい方と、店長さんのご家族がテレビを見るときにどうしてもテレビの音量が合わないっていうところに使っていただくと、聞こえにくい方はその音量を上げなくても聞こえるので、ご家族とみんな同じぐらいの音量で聞いていただけるっていうところが、だってうちらが音量30ぐらいなんだけど、みんなうちの人は20ぐらいの音ですから、すごいこう小さい音量でも聞こえるのと、結構こうなんか雑音があったりしても、例えばこう生活音とかがあった時でも結構こう割としっかりと言葉が聞こえるので。あ、そうなんだ。しかしこれ考えてる人すごいな。どう、まあ、技術系の人が考えんだろうけどさ、蓄音機から着想してまして、蓄音機、蓄音機の音がそのご高齢の方が非常に聞き取りやすいっていう風なお声がたくさんあって。 うちらの時代はだいたい蓄音機だよね。あ、昔はね、蓄音機はそのラッパの部分がこう曲面になってて、で曲面を通して空気中に発泡されていることが聞き取りやすさにつながってるんじゃないかという仮説から曲面から音を出すと。で実はそのアイデアだな、はい、やっぱな、曲面から ありがとうございます。はい、いただきます。最近テレビの音が聞こえづらい、ま、大人の耳になってきたってことだね。はい、最近テレビの音が聞こえづらい、ま、大人の耳になってきたってことだね。ちょっと確認してます。お待ちください。確認してます。お待ちください。ラッシュ、ラッシュ、はい。ラッシュ、ラッシュ、ハリも。もうちょい、いい。スタート。最近テレビの音が聞こえづらい。まあ大人の耳になってきたってことだよね。はい、カットします。スタート。最近テレビの音が聞こえづらい、まあ大人の耳になってきたってことだよね。すごい優しいし上品だしで最高です。素敵です。ですよね。スタート。最近テレビの音が聞こえづらい、まあ大人の耳になってきたってことじゃない。スタート。最近テレビの音が聞こえづらい、まあ大人の耳になってきたってことなんじゃない。ごめん、ことない。スタート。ぼやけた音はこれっきり。はい、カットします。勢いすごくてびっくりしちゃった。勢い強すぎ。スタート。ぼやけた音はこれっきり。目が引きずってます。ありがとうございます。スタート。ぶわけた心が全然すみません。スタート。いいですね、くっきり。スタート。いいですね、くっきり。えい、いいですね、くっきり。はい、カットします。ダブ。いいですね、くっきり、くっきり、くっきり。スタート。耳寄りな情報でしたね。カットします。心ないの面白いですよ。全然他人事みたいな。スタート。わお、音くっきり。スタート。わお、音くっきり。スタート。
わお、こいつはすげえや。違うか。スタート。わお、音くっきり。スタート。わお、音くっきり。目だけ残、目だけ残しとかなきゃ。ありがとうございます。さんがちょっと嬉しいです。目だけ残しとかなきゃ、はい。スタート。わお、音くっきり。一回行きましょう。ちっちゃい音。ちっちゃめで。もっとちっちゃい。はい。行きます。よーい、スタート。もうちょっとゆっくりか。首が取れちゃうぐらい。首が取れちゃう。遅れちゃったと思って。声出しちゃう、ちょっと首が今ぐらいの整えてみる。そうですね、はい、椅子乗っちゃう、一緒にします。整えてからこの体勢、そうですね、はい、もし四角しましょう。スタート。お、もし普通でいいの。いや、普通じゃつまんないんで。普通でもおかしいどれが普通だか分かんないけど。お母さんに買ってあげようね。お経みたいな。どうですか。どうですか。面白い。スタート。お母さんに買ってあげようね。スタート。お母さんに買ってあげようね。スタート。テレビの音が聞こえづらくなったそこのあなた。スタート。テレビの音が聞こえづらくなってきたそこのあなた。テレビの音が聞こえづらくなってきたそこのあなた。スタート。スキップしないでくださいね。まあ僕だったらスキップしますけど。はい、カットします。商品が来なかった。ありがとうございます。スタート。スキップしないでくださいね。ま、僕だったらスキップしますけど。スタート。スキップしないでくださいね。ま、僕だったらスキップしますけど。だー。スタート。スキップしないでくださいね。ま、僕だったらスキップしますけど。いやー。お疲れ様でした。やった、ありがとうございました。やりました。